太平洋戦争中、疎開先の台湾で学徒動員された宮城清三郎さんに、今日現地で通っていた高尾高級中学校から名誉卒業証書が授与されました。宮城さんは1945年に日本軍に動員され、戦後も卒業は叶いませんでしたが、高尾高級中学校の総副隊校長が元学徒として戦争の惨禍を伝え続けている宮城さんの活動と、かつて在学していたことを知り、沖縄の人では初となる名誉卒業証書を授与することを決めたということです。宮城さんは現在病気の影響で言葉を発することが難しい状態でしたが、今日の授与式では体調を崩す前に台湾の後輩たちに向けて撮影していたビデオメッセージが流されました。戦争で死ぬために生まれてこなかった学友、平和な世に生きたかった学友の無念を私は忘れてなりません。私たちは忘れてなりません。台湾が平和でいつまでも自由で楽しい島であることを願っています。宮城さんは授与式後に世界平和の文字を書き記し、在りし日の学友たちを思い、非戦の誓いを新たにしていました。